お待ちを。お二方はもしやかの有名な旅人さんとパイモンさんでは？イッカス。うん、そうだけど、お前は誰なんだ？私はウィカス、学院祭企画委員会のメンバーです。お二方は学院祭をご存知でしょうか？ Only just now。 そうそう、オイラたちそれでここに来たんだ。おお、どうやら我々の宣伝もなかなかの効果だったようですね。学院祭に興味がおありなようでしたら、私から簡単に説明しても？ That would be helpful, thanks. 学院祭というのは、教令院によって開催される賑やかな祭典で、極めて長い歴史を有します。具体的に説明しますと、学院祭は学院フェスト、学院トーナメントの2つに分かれています。毎年開催される学院フェスでは、6つの学派がシティ内にブースを出展し、お客さんたちをもてなします。自分たちの学派の魅力を宣伝して、影響力を高めるチャンスでもあります。対して、4年に一度の学院トーナメントでは、6つの学派から1人ずつ代表が選出され、チャンピオンの座を競います。今年は学院フェスと学院トーナメントが同時に開催されるものですから、シティは今までにないほどの盛り上がりを見せているんです。なるほどな。詳しく教えてくれてありがとな。いえ、当然のことをしたまでです。学院祭に関する質問に答えることはもとより私の責務。ましてやお二方にはお願いしたいことがありますので。ん？何かオイラたちに手伝ってほしいのか？はい、我々にとって今年の学院祭は大変重要なんです。実はクラクサナリデビ様は賢者たちと共にある計画をお立てになりました。教令院は来年砂漠から才能ある者たちを募り学者にする予定です。え？ですから今回の学院祭では砂漠に住む民を数多く招き、事前に教令院の雰囲気を感じてもらいたいと考えているのです。ああ、お噂ではお二方は雨林においても砂漠においても非常に名声がお高いとか。もしもお二方が学院祭に、特に学院トーナメントに参加してくだされば、きっとより多くの人々にこの盛大な祭典を知ってもらえると思うのですが。Itu banyak banget penjelasannya. Didn't you just say that's only the sun representative can take part? そうだぞ。それともまさかどっかの学派に入れっていうつもりか？でも学者になったら試験とか論文とかやらないといけないし。ご安心ください。学院トーナメントの参加者はすでに決定済みですので、お二方には特別評論員としてそれぞれの試合を観察し記録していただきたいのです。コメンタトル。プレッシャーに感じていただく必要はありません。試合とこたびの学院祭を楽しんでいただければそれでいいのです。ある程度は報酬もご用意しておりますので、お二方のお時間を無駄にするようなこともございませんよ。聞いた感じ良さそうだけど、お前はどう思う？ What are the participants anyway? 後ほど学院祭の会場で司会者がそれぞれの参加者を詳しく紹介する予定ですよ。中にはあなた方のお知り合いもいるかもしれません。ま、これは後のお楽しみということで。どうです、この依頼を引き受けてくださいますか？ We will give it a go. 学院祭を楽しめる上に報酬までもらえるなんてめちゃくちゃいいよな。また上もバイボンバイボン。学院祭のメイン会場はレグザー町付近の郊外にありまして、司会はカリーナと申します。彼女に状況を伝えれば手配してくれるでしょう。もうそろそろ学院トーナメントが始まる時間です。さあ
特別評論員のお二方、順調に行きますように。何かあればいつでも私にお尋ねください。それじゃ出発だ。Very他に何かご用でも。 Okay, berada dulu yang berada. Oh, mesti ke sini. Okay, udah mulai ngalak ngalak. これからお見せするのは本トーナメントの商品です。莫大な賞金、プロジェクトのリソース、七星召喚の限定カード、そして彩色の冠をかぶる権利、これは皆さんご存知の通り栄誉の象徴です。あいつがヴィカスの言ってたカリーナだよな。今は忙しそうだから後で話しかけに行こうぜ。いや、パイマン。彩色の冠、実に完璧な芸術品だ。あれを見るといつもその美しさについ酔いしれてしまうわね。あれをかぶる資格のあるものはきっとえりすぐりの天才でしょう。すでに彩色の冠をご覧になっている方や、その伝説を耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。20年前、サーチェンさんという学者が大枚をはたいてこれを買い取り、教令院に寄贈してくださいました。わあ。そしてこたびの学院トーナメントにおける莫大な賞金も彼からの支援によるもの。大会を始める前に、今日ここにはいない彼へ感謝の意を私から伝えさせていただきます。apa tu? Eh? Semua terjadi buruk. 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 Semua terjadi buruk.さっきから呼びかけても返事がなかったけど、寝不足か？まさかまたオイラに隠れて夜更かししてたのかよ。I was。さて、皆さんも大会の開始を今か今かと待ちわびていらっしゃることでしょう。あ、めっちゃあかんねし。それではいよいよ待ちに待った6名の学院代表の登場です。Six stars.はい、ナリー。正論派代表ティナリ。お、サイド。ソロン派代表セノ。お、かい。お、あだライブ。メロン派代表レイラ。ファルザン。シロン派代表ファルザン。バロンパテ。チーカー。ヨーロン派代表カーベ。ピッカーだかフェブティ。インロン派代表。おや、インロン派の代表はまだ到着していないのでしょうか。
そんな風にやかましくて無意味な召喚は、そこらでやめにした方がいい。え？ What? So, why are you here? インド派の代表がなんで来ました、最後の参加選手、インド派代表カサッチあいつカサッチっていうのか、見覚えがあるな。え、あいつが誰なのか知ってるのか外国の学者だって聞いたわよ。何でもインロン派に席を置いてて、時事問題の分析に関する論文をたくさん書いたらしいわでもインロン派の学者のほとんどは彼の言葉遣いが気に入らないみたい。それにいつも神出鬼没で、ほとんど他人との関わりもないしね。あ、出てりゃいいそうや、いいリサルトだよ。そういった物議は別として、彼の掲げた多くの論点は結構的を射てるよ。インロン派はここ数年人材が枯渇している。何人かいる有名な人も今は教練員にいないから、選ぶに選べなかったんだろうな。なんか変だよな、あいつってこんな大会に出るようなやつじゃなかったよな。はい、パス2! 今、6名の参加者が出揃いました。試合も間もなく開始です。今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは、一体誰になるのでしょうか？こうご期待！こうしてみると、学院トーナメントって、オイラたちの知り合いがたくさんいるな。どうですか、レパイマン。そうだ、オイラたちってもうすでに特別評論員なんだよな。みんなの参加理由を知るのもオイラたちの仕事だと思うぜ後で挨拶がてら聞いてみようぜ。特にあいつだよな、ここにあいつがいるのはなんだか変な気がするぞ。どうですかリパイマ、チゴプジャフィラシしないでそれでどこらへんだれしてる。二人ともまた会ったね。ひひ、オイラたちも学院祭に遊びに来たぜ。しかも今は特別評論員をやってるところなんだ。へえ、特別評論員が写真機で試合の過程を記録してくれるとは聞いてたけど、まさか君たちだったなんてね。あ、メラ、まだ休暇中だからこれだけは言わせてくれ。とても面白いと思わないか。こんな偶然もあるんだな。まさにちょうどグーには必ず善があるような。 What? Nice to meet you again? Mas siga por uma. Tá viajando? そういえば、セイロン派の学院代表がティナリで、ソロン派の学院代表がセノみたいだけど、オイラの記憶が確かなら、お前たちってすでに卒業してないか？卒業してても大会に参加できるのかよ。え、とパタニャンバグスパイモン。やっぱりそういう反応になるよね。実を言うと、自分が学院代表に選ばれたって知った時は君たちよりも驚いたよ。後から知ったんだけど、教練員にいたことがある学者ならみんな参加資格があるらしい。卒業してるかどうかは関係ないんだ。ああ、そんなルールがあったのかよもちろん制限がないわけじゃない。例えば賢者は参加禁止だし、大会に出られるのは一人一回だけだ。おお、ジェリシー、あらへともがめちゃいく。そう、それから学院代表の選出方法は二通りあるんだ。一つは自分での応募、
もう一つは学院の半数以上の学者に推薦される方法だよ。やら入ったんかやん、おにゃら。それならディナリはきっと二つ目の方法で選ばれたんだろ。数多くの学者が自分からティナリ先輩のために票を集めたと聞いた。そんな後輩たちにはもっと学問に集中するようバシッと喝を入れたいって時々思うけどね。 And you refuse? もちろん断ってもいいけど、よくよく考えてみたら僕にとってもいい機会だと思ってね。なんで Why? 来月ガンダルバー村で生態学普及講座をやるんだ。学院トーナメントに参加すれば大会の人気にあやかって事前に宣伝できるだろ。ああ、OK、bisa mempromosikan。優勝できるかどうかは正直あんまり気にしてないよ。僕のお隣にいる誰かさんとは違ってね。But you volunteer yourself, Saino? ああ、残りわずかな休暇を利用してな。商品、失礼召喚の限定カードがあると聞いて応募した。いや、あぶて、ちげえ、ちげえ。今回のカードは本当に貴重なんだ。逃すには惜しい。もしかして、1枚限定の超強力なカードとかなのか？シャチャディ？いや、ごく普通のカードだが、カードの表面はキラキラとした銀色のエフェクトで覆われている。ホログラフィックレイヤー？それって何か役に立つのか？すごくかっこいい。お？それ以外で何に役立つのかって聞いてるんだけど。理由なんか、それだけで十分だ。俺は全力でチャンピオンを勝ち取り、そいつを俺のデッキに入れる。OK, berarti kita sudah dapat satu tukang, dia mempromosikan pembelajarannya bahwa dia ingin dapat limited TCG card. 僕みたいにカードゲームをあまりやらない人にはわからないよね。まあ、みんなそれぞれの参加理由があるわけだから、驚くほどのことじゃないけど。だな。さて、他のやつの参加理由も聞きに行こうぜ。OK、ケントで、おまんまぶれか。アフェ、ファルジャン、アマ、ライラ。ん？ああ、あなたたちか。どうしてここに？オイラたち、特別評論員をやってるんだ。試合の過程を記録する係なんだぜ。ほう。ならばわしが優勝する瞬間をしっかり収めてもらわんとな。下から上を映す角度で後ろ姿をクローズアップでたくさん撮るんじゃぞ。その方がより先輩さが増すからの。決めつけはよくありませんよ。優勝するのはこの僕です。わしと争おうなぞ、100年早いわ。クシャレワーの小僧もルタワヒストのガキンチョもな。先ほどからお聞きしたかったんですが、ファルザン先輩は私をご存知なんですか？ん？覚えておらぬのか？時々夜の図書館で会うじゃろうが。お前から声をかけてきたこともあるではないか。え？ま、全く記憶にありません。ギガオヤギガヨサイヘル。おかしな話じゃな。まあ、今はそんなことに構っておる場合ではない。わしはチロン派の名高き大先輩ファルザンじゃ。お前はメイロン派のレイラで間違いないな。はい。うむ、これで正式に知り合ったと言えるじゃろう。ほれ、至極簡単なことじゃろ。
わしはお前のように先輩を尊敬する子が大好きなんじゃ。どうじゃ、この際わしの研究チームに入らんか。ファルザン先輩、それは学派をまたいでのスカウト行為になるんじゃ、あまり強要はしない方が。そんなことは分かっておる。じゃが近頃は本当に人員が見つからんのじゃ。研究経費にしたってあれっぽっちでは。ともかくわしが優勝すれば現状もきっと変わるじゃろ。Berarti dia incarnya fun ya. もしかしてファルザンは研究経費を増やすために大会に参加したのか。それだけではないが、なんじゃ、わしの参加理由が気になるのか。 Yeah, I'm curious. ふむ、そういえばお前たちは特別評論員じゃったな。そんな質問が飛び出すのも一家な不思議ではない。今は入学したばかりの新入生が多い時期じゃが、やつらもきっとこたびの大会には目を向けておることじゃろ。そんな中でわしが優勝すれば、評判を聞いて駆けつけてくる学生も後を絶たなくなるはずじゃ。その上、優勝すれば学院内のプロジェクトリソースも得られる。研究経費についても一挙解決というわけじゃ。すまんな、我が後輩たちよ。こたびの優勝はこのわしがいただく。私も頑張ってチャンピオンを勝ち取るつもりだよ。少なくとも見苦しい負け方だけはしたくない。レイラは何で参加したんだ。なぜかすごくたくさんの人が私を推薦してくれたらしいの。応募してなんかないのに。目が覚めたらすでに名前が掲示板に載ってて。おかしいでこれ。じゃあティナリとほとんど一緒ってことか。ティナリ先輩もそうなの。私すごく緊張してるんだ。みんなの期待を裏切ってしまわないか心配で、もう何日もよく眠れてないの。後輩よ、緊張することはない。失敗とは成長の過程で皆が経験する必須科目じゃ。でも先輩、私失敗したくないんです。まずいな、みんなそんなまともな理由で参加してたのか。And what your story, cafe? 絶対に言わなくちゃダメか。 Yeah. お、絶対に言ってくれ。オイラたちが記録してやるぜ。そのあれだ、わかるだろう。僕は不動産を買いたいんだ。プロパティ？あ、そっか。アルハイゼンのところから引っ越す。You want to move out of? アルハイゼン？なんだそれ。なぜそこであいつの名前が？ I'm on misremembering things. そうだったな。おかしいな。おいら、なぜか言い間違えちゃったぜ。つまり、トーナメントの賞金で不動産を買いたいっていうのが理由なんだな。ああ、それからもう一つある。実はまだ僕が幼かった頃、父も学院トーナメントに参加したことがあるんだ。あ、really? だが惜しくも優勝はできなかった。だから僕が優勝してあの冠をかぶれば、父の夢を代わりに叶えてあげられるかもしれない。その参加理由は悪くないな。良い心意気じゃ。まあこのわしがいる限り後輩が優勝できる確率は高くないが、仮にお前が彩色の冠をかぶることができたとすれば、お前の父親もきっと喜ぶと思うぞ。もうそれは叶わないのです。父は何年も前に亡くなっていて、砂漠へ旅行に行って
運悪く龍砂に遭遇してしまったらしい。あと？まさか後輩にそんな過去があったとは。それは気の毒じゃったの。もう過ぎたことです。人は今を生きなければならない。さ、話を変えましょう。僕のせいで気まずい雰囲気になったらいけない。うむ、よかろう。さっき賞金で不動産を買いたいと言っておったが、自分で住むようにか。というか今はどこに住んでおるんじゃ。ちょっと変じゃな。さっきはアルハイゼンの名も聞こえたが、あやつはわしらチロン派の人間じゃろ。お前たち何かわしに隠しておる秘密でもあるのか。そんなことはありませんって、考えすぎですよ。Rahasia yang hampir terbongkar. Oira wa nanimo shiranai zo. Sate sate. Oka no sankasha ni interview shite kuru de. Lu yang mulai masuk dari pipe. Omae wa Kasachi.陰謀派にはその名前で登録してある。ガサッチ。ガサッチってどう考えてもあだ名だろう。名前に聞こえないぞ。いたって普通の名前だろ。何がいけないんだい。わかった。それじゃあガサッチ、お前はなんで学院トーナメントに参加したんだ。オイラたちは特別評論員なんだ。ちゃんと質問に答えてくれよな。質問に答える気はない。たとえマハマトラが来たって無駄だよ。って言ったらどうする。了解。今回の目的は誰にも言わないって人と約束しているとだけ言っておこう。足だひだひ。まさか裏で何か企んでたりしないよな。さあね、僕が何をする気か当ててみてよ。なあ、もう頭きたぞ。まったく、本当に根掘り葉掘り聞くのが好きだね。これ以上何も答えずにいたら、君たちの口うるさい話を延々と聞く羽目になるっていうのかい。陰謀派にたたらすな事件を研究している赤羽という学者がいると聞いてね。いくつか文章を書いて彼の観点に異論を唱えたのさ。ヘオパなんだな、赤羽で。その後暇だったからついでに稲妻の社会問題についても少し批評した。だけどよもや陰謀派のやつらに学友だと思われてしまうなんてね。挙句の果てには講座に来ないかなんて言ってくる者まで現れた。どこまでも愚昧なやつらの独りよがりの思い込みさ。少し話せば解ける程度の誤解に過ぎなかった。それなのにこの件を知ったクラクサ・ナリテビが勝手に僕の陰謀派の学籍を手配したんだ。カサッチという名前でね。So it was Nahida doing. 話はここまでだ。僕よりも他の人に目を向けた方がいい。もうじき誰かが不幸に見舞われる。さてそれは誰だろうね。お前やっぱり全然気の抜けないやつだな。こいつ相手には警戒を解いちゃダメだぞ。しっかり見張っておこうぜ。
カリーナの方は落ち着いたみたいだな。話を聞きに行こうぜ。ああ、ディーパーセット。話は聞いています。ウィカスが招待した特別評論員のお二人ですね。先ほどはお話が盛り上がっていたようですので、お邪魔しないようにと近くで待っていました。今、お時間をいただいてもよろしいですか？オイラたちも、ちょうどお前と話したいと思ってたところだ。それはよかった。では、特別評論員の詳しい仕事についてご説明しますね。まず、この2つをお受け取りください。1つ目は、評論員特製の写真機です。これを使って試合の記録をお願いします。2つ目は、試合専用のアラートデバイスで参加者の位置をマークしてくれるものです。参加者が試合の任務を完了した際も音で知らせてくれます。なんだかすごく便利そうな道具だな。あなた方以外にも評論員は2名います。ですが、彼らは基本的に評論席の近くにいることになるので、それぞれの参加者の行動を記録することはありません。コメントを取り払いたままでいいのと。そういえば、お二人のことはあなた方もご存知のはずですね。アルハイゼンさんとニーローさんですよ。オッケー、いや、あれバグせーさまだよ。お、あいつらだったのか。後で挨拶に行っておくぜ。はい、私からは以上です。他にご質問はありますか？ Have you seen a white haired man around? え、どうしてそのようなことを？ I saw someone like that on stage earlier. そうなんですか。私は気がつきませんでしたけど、いつその方をご覧になりました？Just before the academia representative went on stage. おかしいですね。あの時は私もずっと舞台上にいたのですが、誰も見ませんでしたよ。うんうん、オイラも見てないぜ。うん、いとあんなし。きっと見間違いでしょう。でも、もしまた新しい手がかりを手に入れたら、お気軽にご連絡ください。あ、旅人、パイモン、久しぶりだな。ディシア、それにキャンディスも。お前たちも学園祭に来てたのか。ご友人のようですね。それでは、私はここで失礼します。どうぞ、学園祭をお楽しみください。教練員から招待状が届きまして、ディシアと一緒に見に来たんです。村の人たちからも外出を勧められて、彼らの好意を断れなくて。来たからにはそんな複雑なことは考えるなって。学院祭はお祭りとまではいかないが、スメールシティじゃみんな知ってる盛大な会なんだぜ。四方八方から商人がやってきて出店するんだ。食べるものから使うもの、着るものまで数えきれないほどな。前からあんたには何着か服を買ってやりたかったんだ。仕事とプライベートで同じ服を着てるやつがいるかっての。はい、私もとても楽しみです。こうして肩の力を抜いて辺りを散策できるだけでもとても嬉しいですから。旅人、パイモン、あんたらも一緒に来るか？ねえ、一緒に行きたいのは山々なんだけど、オイラたちまだ仕事が残ってるんだ。そいつは残念だ。時間が空いたら一緒に買い物にでも行こうぜ。オッケーでや。うん、じゃあ私たちは先に行くぜ。いい服もいい生地も早いもん勝ちだからな。出遅れたら逃しちまう。おっと、それからアクセサリーもいくつか買わないとな。
急がずゆっくり回った方がきっと楽しいですよ。ではお二人ともさようなら。一息ついたらいつでも会いに来てくださいね。まさかディシアとキャンディスも来てるなんてな。あいつらと一緒に遊ぶのが楽しみだぜ。あ、そろそろ試合が始まるみたいだ。アルハイゼンのところに行ってみようぜ。Okay. Random event pula tiba-tiba muncul. Oh, ini dia. これより規定に従い、第一ラウンドの試合内容を説明する。実は先ほどの開幕式で、強レインのスタッフたちがカゴいっぱいの蝶をいくつか放った。今や相当の数の蝶がスメールシティ内を飛び回っている。それら蝶の中に3匹だけ特殊に飼育された迅速飛翔がいる。一般の蝶とは外見が異なり、飛行速度も少しばかり速い。本ラウンドの目標は迅速飛翔を捕まえ俺の元に持ってくること。蝶を見つけたのが早かったものからそれぞれ3ポイント2ポイント1ポイントを獲得できる。以上が第一ラウンドの試合内容だ。不明点については他のスタッフに聞いてほしい。アルハイゼンも相変わらず市場は一切挟まないって感じの仕事ぶりだなっていうか、どういう経緯であいつは特別評論員になったんだ。すっごく気になるぞ。メンディアサゲメビ。この広いスメールシティで他のとは違うたった3匹の蝶々を見つけるなんてどう考えても不可能。迅速飛翔の習性が一般的な蝶と似たものなら。俺は先に行く。スメールシティをくまなく捜索するには結構な時間がかかるからな。え、もう行くのか。勝者とは常に勝利への道を歩むものだ。クシャレワーの後輩よ、わしに一つ計画がある。どうじゃ、わしと組まんか一緒に組む。こういう難しい試合になるとみんなそれぞれの考えがあるみたいだな。こっからがオイラたちの出番だよな。まずはあいつらの反応を見てみようぜ。お、おい見ろよ。あいつもオイラたちと同じように他の参加者を観察してないか。ふん、やっぱり油断できないやつだぜ。前にわしらが作ったものを覚えておるか。それってあやつらの出番じゃよ。What? 神戸とファルザンは一体何を計画してるんだ。ああ、今ファルザン先輩と。またんか、ここは人目が多い。今はまだ秘密にしておいた方がいいじゃろ。安心せい、お前たちもじきに見られる。さあ行くぞ、他のやつらより先に動かなくてはな。よし、善は急げだ。今すぐ準備に取り掛かろう。じゃあまたな。あらすんちゃぶてめえが。必要なのはこれくらいかな。何か問題はありそう。薬はほとんど持ってきてるよ。残りも買えると思う。コレイ、お前も来てたんだな。ティナリ、何かいい方法を思いついたか。たとえ変異体であっても生物の基本的習性が大きく変わることはないと判断したんだ。だからその習性を利用して
迅速市長をおびき出そうとしてるところ。もちろん僕の推測が間違っている可能性もあるよ。変異というのは全く新しい可能性を意味するからね。特に人工的な誘導による変異ならなおさら。詳しくは実験が終わった後にまた話すよ。今はコレイと実験に必要な薬剤を買いに行かないといけないんだ。また後でね。お、じゃあな。え、タイナリ juga pergi。がないな。レイラ、思うように言ってないのか？うん。どうすればいいか、まだ全然思いつかないんだ。迅速飛鳥って何色なのか、特別な模様はあるのか、普通の蝶々と何が違うのか、こういった一番基礎的なことすら分かってない。今まで学んできた知識が全く役に立たなくて。君たち星を研究する者は有能なんだろ。先星術を使えばいいじゃないか。あなたはカサッチ選手？もしかして昼は先星術が使えないのかい？どうやらあまり役に立たない技術のようだ。ううん、昼だとしても先星術を使う方法はあるよ。正版があれば。じゃあどうして使わないんだ？アストローギスト・モナメギストス先輩が言ってたんだ。先星術で自分に属さない利益を過度に求める者はいずれ星空の祝福を失うことになるって。え、多分な。あ、これは学術刊行物で読んだの。私モナ先輩の書き物が好きなんだ。ああ、やっぱ頑張れ、もう終わんないや。考えすぎだよ。力なんてものは道具に過ぎない。君には冠をかぶる決意がないようだね。その甘い考えのままで、せいぜいあがくといい。なんだよ、勝手にいろいろ言っておいて、勝手に言っちゃったぞ。ごめん、私何か間違ったことを言っちゃったかな。It was just a difference in perspective. That's all. ありがとう。やっぱり先星術は使わないで、シティで運試ししてみるよ。実は私、観察が得意なの。運が良ければ、あの特別な蝶々を見つけられるかも。早くシティに行こう。セノ様が迅速市長を見つけたらしい。本当か？どこだ？蝶は高いところを飛んでいて、セノ様が今追いかけてるところみたいだ。で、歌かと思われたサイト。今すぐ行こう。さすがセノ先輩。あ、あなたたちも見に行った方がいいんじゃない？瀬野先輩が蝶々を捕まえる瞬間はきっと記録しておいた方がいいよ。後で私もシティに行って探すから、またその時に会おう。うん、じゃあ先に瀬野のところに行ってから他の奴らを見に行こうぜ。えいバイトサイドオピさんオープロセスバーベル。君たちも招待を受けていたとは。それはこっちのセリフだぞ。お前はなんで特別評論員になったんだ？理由はいろいろとあるが、一番直接的なのは賢者の推薦だ。多分代理賢者を辞めた俺が暇そうに見えたから、この仕事をできる余裕はあるとでも思ったんだろう。まあ彼ら自身に聞けばもっと合理的な理由を返してきたとは思うが、例えば俺は冷静だから
試合の公平を保証できる。ドロビブットですね。ドロビブットパスマガネ。そうか。お前もいろいろ大変そうだな。しかし、仕事自体は結構簡単だ。労力を費やすこともない。オペで、ロウ？こういう試合を解説するのは初めてで、ちょっと緊張するな。ニーロは、なんで特別評論員になろうと思ったんだ？スタッフから聞いたんだけど、参加者と解説者がみんな教練員の学者だと、試合を見る人もかなり少なくなっちゃうんだって。そういうことは私にはよくわからないんだけどね。でもこうしてみんなと集まれる機会があるのっていいことだと思うんだ。あ、いやいや、habis yang arkon itu ya. Oke.じゃあラキか。おらいら。私もそろそろ行こうかな。シティあたりで運試ししてみるよ。オッケーライラ。グッラ。もうかなっぱじまめや。あじゃがんばるおらんや。さら。参加者には全員追跡装置を身につけてもらっているので、アラートデバイスで簡単に位置を特定できるんです。Oh, jadi itu alasan kenapa gue bisa ngecek. Seno! Yatto mitsuketa ze! Oh, itu gede banget. Masaka, ore ga jinsoku shichou ka? Ugoku na. Tsukamaeta! Oh? Dou shitan da yo, Seno? Sagashitei ta chou ja nai.これはやっと上まで来られた。セノ、迅速市長を捕まえたと聞いた。どんな見た目なのか見せてくれ。うん、僕が放ったおとりじゃないか。まったく、こっちを捕まえてどうする。またんか後輩よ。考え方を変えればお前の作った偽の蝶はセノをも騙せたということじゃ。素晴らしいとは思わんか。ベイト。ああ、前に室内のデザインをした時、壁の増加があまりにも単調だったから、一人でに動く機械仕掛けの蝶を飾りとして置こうとしたことがあるんだ。ああ、やっぱりいつやもこれがビルしたディレアいつこうぼこぼやあだっけやBenda gitu di nempel dia. Dan ini kamera bisa dibawa terus aja sama Aether. その際、小型で敏捷な機械の蝶を作るためにわざわざファルザン先輩にご指導をいただいたのさ。そして今回、僕とファルザン先輩はその機械の蝶をすべてシティ内へ放った。それって何の意味があるんだ？ふん。そんなことも聞かねばわからんのか。今の若者は本当に見識が狭いの？お前たちはあれをやったことがないのか？竹竿に髪をくくりつけ、それを花畑で振り回して大量の蝶をおびき寄せる遊びを。どう？ I never played that. ないな。ん？まさか。そうじゃ、スメールシティ内の蝶はわしらの機械おとりを同類とみなし、その後をついていく。わしらはおとりを放って回収するだけでシティ内の蝶を一網打尽にできる。迅速市長の選別は後からすればよい。わあ、ini sih mereka kolaborasinya keren。そんな方法があったのか。bisa ngelabui loh。先輩の知恵をなめるでないぞ。わしは試合の内容を聞いたときにはすでに勝利の方法を思いついておった。もちろん後輩がこれほど良い出来の機械の蝶を作ったおかげでもある。どうやらクシャレワーもここ数年無駄に流れておったわけではないようじゃな。少なくとも教育においては成果を出せた。
僕は得意なことをやったまで。アイデアは先輩のものですよ。謙遜するでない。シティ内の蝶を一網打尽にしたら、このラウンドの試合ポイントを分け合おう。見ろ、すでに機械おとりが戻ってきておる。お？なぜおとりの後ろに何もおらんのじゃ？わしはとうとう老眼にでもなったのか？そうじゃなくて、本当に何もないぞ。お前たちの方法が役に立たなかったみたいだ。ああ、jadi kayak ngebet itu ya butterfly yang itu. どうやら試合はまだ続いているようだな。俺は他の場所を探してこよう。おかしい。まさか何か他のものに蝶は注意を引かれたのか？行くぞ後輩、おとりが飛んできた方角を探すのじゃ。オイラたちも見に行ってみようぜ。オッケー、フォローファルじゃないか。Kayak jatuhnya hari pertama ya mereka lombanya gitu ya. Ding. Ayla-nya masih di Where in the hell? Aduh, ya kita fokus yang itu. Nah, di oh.死にたいなるファルダン、コーベ、なんで立ち止まるんだよ。アムリタの若造の仕業じゃったか。あ、ディナリだ。不思議だろ、蝶がここに集まっているのは僕が特別なお香を使ったからなんだ。お香の中には種類の異なる花の蜜を三つ入れた。蝶がその香りをたどってここへ来れば、次第に僕の周りに集まるようになる。じゃあ蝶々は鼻がよく効くんだね。でも蝶々に鼻ってあるの？見たことないけど。蝶に鼻はないよ。目も良くないしね。でも蝶は触覚で匂いを分別することができる。しかもその嗅覚はとても発達していて、遥か遠くにある花の香りも感知できるくらいなんだ。そうだったんだ。僕も昔蝶々を飼ったことがあるよ。外で取ったお花を飼育ケースに入れたことがあるけど、食べてくれなかった。それが普通だよ。蝶の飼育は難しくないけど、注意すべき点がいろいろとあるんだ。例えば気温が適しているかどうか、空気が足りているかどうか、十分な空間があるかどうかとかね。それから餌が彼らの好みに合っているかも考えなくちゃならない。一番重要なのは、好奇心に駆られたからといって蝶の休息を邪魔しないこと。ストレスを与えてしまうからね。ごめんなさい、僕いつも指で羽をつついてた。人間は観賞用に生き物をたくさん飼育するけど、全ての生き物が飼育に適しているわけじゃないんだ。命を世話するというのはとても大変なんだよ。少なくとも事前に関連知識を学ぶことだね。一時の衝動に駆られちゃいけないよ。すっごいものしいなんだな。俺も一つ聞かせて。前成菌中を一匹買ったんだけど、ずっと元気がないみたいなんだ。どうしてか見てほしいんだけど。やりたいじゃあわさまたいなり。私迷彩蝶を買いたいんだけど、何か注意しなきゃいけないことはある？
リシュボラントラって買えますか？Buset sih, tiger jadi hewan peliharaan. みんな聞きたいことが山ほどあるみたいだね。でも僕は今、学院トーナメントに参加してる最中で、あいにく答える時間がないんだ。こうしよう。来月ガンダルバー村で生き物に関する普及講座を開くから、その時に生き物の面白い知識について話すよ。もし興味があったら聞きに来て。それと聞きたい質問も事前に用意しておいてね。講座が終わったらすべて答えてあげる。やった！絶対行くよ。それから質問は常識の範囲内でね。例えばリシュボラントラが飼えるかどうかだけど、それは君がリシュボラントラに勝てるかどうかによるからね。ティナリも順調に講座の宣伝ができてるみたいだな。結構いい感じだぞ。まずい、うっかりわしも聞き入ってしまったわい。さすがはコレイの師匠、幾分か講師の貫禄がある。先輩、近くを調べたんですが、ここの蝶はほとんどが王侯に引き寄せられてしまっています。機械おとりをもっと遠くへ放って、このエリアを避けるべきですよ。ならば行動を起こすか。蝶を全部取られてはならん。なんか試合が白熱してきたな。どうですかね、他の参加者は何をしてるのか見に行ってみようぜ。Oke, berarti yang lain ya. Sudah. Sudah si Layla ya. Ketik dari sini. Mau melihat ada si. Kok bisa ngomong gak? Nyoi ga dandan usurete kiteru ne. Kaze ga omotta yori tsuyoi.これじゃお香も長くは持たない。ああ、別にやったプラブルメアン。よかったよ。ああ、いやいやいや。思った以上に時間がかかる。あは、いや。ずいぶん探したんだけど、まだ迅速市長を見つけられてないの。でも蝶々によく似た機械のからくりなら何匹か捕まえたよ。一体どこから来たんだろう。どうやらどこもかしこもファルザンとカーベの放った機械の蝶でいっぱいみたいだな。もう少し頑張って探してみるよ。あ、でもね、さっき気づいたんだけど、シティにいた蝶々が結構減ってるの。多分他の参加者が捕まえる方法を思いついたのかも。私も注意深く観察しなきゃ。ん？え？あ、これって。おお。A swift fly？ まさかここで会えるなんて。あとは捕まえればいいんだよね。Yes! Catch it! 止まってて。いやー、terbang。行っちゃった。すごい速さだったぞ。アルハイゼンのやつ、何が飛行速度そんな程度じゃなかったぞ。待って、オイラたちも行こう。アラートデバイスが鳴ったぞ。誰かが迅速市長を捕まえたみたいだ。おっしゃった、ちょっと待って、バーッて言った。うわ、アラートデバイスがまた鳴った。他にも終わらせたやつがいるのか。ってことはレイラが
今追いかけてるのが最後の迅速市長ってことかよ。ウェイ、あ、ダッシーでヘア様、カンディス。今思い出したんだが、あんたにもメイクボックスを買わないとな。いいですよ、どうせ使いませんから。普段は使わないかもしれないけど、手元に一つ置いておいたって損はないだろ。まあまあ、私を信じろって。お、誰だ、私に何か用か。動かないで。動くの。誰の差し金だ。リシア、安心しろ、ちょっとしたトラブルさ。って何するんだよ。オーディタンカプロ、これを探していたのですね。はい、どうぞ。不是，你这把忙的没事当了。省長、私の頭に止まってたのか。あなたは。お久しぶりですね、レイラさん。友達か。あ、もしかして前に言ってた。おい、お前らいつの間に知り合ってたんだ。うん、こうやって呼ばれた。ああ、だいぶ前からだよ。初めての無友から目が覚めた時、うっしゃった、なぜかアール村にいたの。その時キャンディスさんのお世話になって。あんた gila juga ya, walking sampai ke Auru Village itu, itu jauh loh dari Sumeru. ええ、具合があまり良くなかったようなので、食べ物をご馳走したんです。その時、レイラさんからはいろいろと難しい話もお聞きしました。占い、夜空、夜星、どれもロマンチックな響きです。あ、それよりも、この蝶々はいりますか？この子を追って走っていらっしゃったのが見えたのですが、私には必要のないものです。あなたもいらないようでしたら、このまま放ちますが。遠慮するな、受け取ってくれ。迅速市長ってめちゃくちゃ素早いのに、あんなに簡単に捕まえるなんて。そうですか、私はそれほど早いとは。逆に傷つけてしまわないか心配でしたよ。何事もなく捕まえられてよかったです。いや、プレシシバーディさっきは悪かったな、いきなり近づいてくるもんだから。てっきりどっかからの刺客かと思ったぜ。まあ、目に夜更かしのクマがある刺客なんていないか。あんた、試合に参加してるのか。それがどれだけあんたにとって重要だとしても、休息はきちんと取れよ。はい、気をつけます、ありがとう。じゃあ私たちは買い物の続きをしてくるぜ。またな。またオイラたちもレイラと一緒に迅速市長を連れて戻ろうぜ。やった。最後の迅速市長も揃ったようだな。第一ラウンドの試合はこれで終了だ。第二ラウンドも引き続き頑張ってくれ。解散。解散。アルハイゼンさん、相変わらず締めの挨拶が急だね。ニーロ、君もこういうスタイルを取ればより自由に生きられると思うよ。ちょっと待った、1位と2位は誰だったんだ。1位はティナリさんだよ。2位はまだ相談中なの。
being discussed. Oh, karena dua orang itu ya, kafe apa si Faruza ya dapat bersama. Oi, Arhaizen. Ii hoho omoitsuita zo. Nii wa 2 pointo kakutoku dekirun daro. Boku to Faruzan senpai de 1 pointo zutsu wakereba ii janai ka. Itu ide yang bagus sih kalau Faruzannya okein aja sih. Kimi no souzouryoku ni wa kanpuku sezaru o enai. Daga, tournamento no manual ni wa hajime kara saigou ni itaru made sonna ruru wa nai. Okay. Nara ima tsuke kuwaeru. Sonna koto wo ore ga yaru to demo. Boku no yūshou wo jamashitai no ka? Sono amai kangae wo 書面でトーナメント委員会に提出してみるといい。3営業日以内に返事がもらえるだろう。いくらなんでも遅すぎる。仕方ないだろ。夢を見るにも時間は必要だ。あ、jadi itu makanya si Alha itu jadi itu ya. Di komentar itu sama sekaligus ini ya, penilaiannya juga. そっか。2匹目の迅速市長はカーベとファルザンが同時に見つけたんだな。でも試合のルールじゃ一人しかポイントがもらえないんだ。仕方ないの。わしを敬って先輩と呼び、謙虚にアドバイスをもらいに来た過去に免じて、今回のポイントはお前に譲ろう。じゃあポイントはカーベさんにつけるね。いやダメだ。僕がポイントを取ったらファルザン先輩の功績が全てなくなってしまうじゃないか。たとえ先輩がいいと言っても僕は平然と受け入れられない。わしは気にしておらんぞ。まだ2試合も残っておるんじゃ。1試合目を逃したところで構わん。いや、スポーティフバーガーだ。じゃがそんなにこだわるのであればわしもいい方法を思いついておる。くじ引きで決めるのはどうじゃ。おお、えっと、これじゃがとこまるさん。くじか。何か問題があるか。いや、その方法でいきましょう。じゃあ、くじ引きに使う紙を用意してくるね。ちょっと待ってて。はあ、本当にもうすまんな後輩。どうやら運はわしを味方してくれたようじゃ。これは先輩が受け取るのが当然です。僕はただ自分の運の悪さを嘆いているんだ。はあ、これだから普段の生活でもいろいろと悩みが絶えないんだろう。確かに運が悪いくせにくじ引きで勝負を決めてもいいというものはそういないだろうな。君なんかに何がわかる。僕はただ弁論は後で聞こう。ポイントはファルさんにつける。これで第一ラウンドの試合は終わりだ。第二ラウンドの試合は砂漠で行われる。その際は俺たち評論席側の者もアール村に移動する。何時間になったらアール村で集合しよう。第2ラウンドの内容はその時に説明する。それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。それでは。おじゃあらそのシンプルキーアルハイゼン。カーベさん、あんまり落ち込まないで。ため息をつくと運気が逃げちゃうよ。そうなのか。じゃあ深呼吸をしたら失った運気を取り戻せるな。大したことじゃない。たかが2ポイント。これで勝敗が決まるわけでもないんだ。次のラウンドは必ず勝ってみせるから、しっかり見ててくれ。どうやら立ち直れたようじゃな。じゃが砂漠はわしの知り尽くした場所じゃ。わしに負けぬよう頑張るんじゃぞ。大丈夫です。僕も砂漠は初めてじゃない。さて
話はここまでにしよう。さっさと行ってあっちの環境に慣れておかないと。今のところティナリが1位でファルザンが2位、レイラが3位だよな。どうしたればよ。次の試合が始まるまでは一息つけるみたいだな。まずはどこから回ればいいんだろう。お二人ともお悩みのようですね。学院祭をどこから回ればいいか決められないのでしたら、いいアドバイスがありますよ。我らが会長に聞いてみるのはどうです。 Who are you? ん？会長って誰だ？オイラたちも知ってるやつか？もちろん、スメールで一番有名な商人、誰一人知らぬ者はいないサングマハベイ様のことです。おーし、シドリーと。ドリーだったのか。はい、会長の使いでお二人にお知らせするために来たんです。スメールシティ北門で会長がお待ちですよ。オッケー、行けたかと。ドリーレイにパイモンではありませんの。ドリー、やっぱりお前だったのか。お前も学院祭に来たのか。当然ですわ。学院祭の期間中はスメールシティを出入りする人が後を絶ちませんもの。商売にはいい機会ですの。ここはスメールシティの入り口であり、学院フェスのブースにも近い。顧客に困ることありませんわ。もうすでにモナがプロみたいな音が聞こえるようですの。またモナ。さあさあ、私のところで買い物でもいかが。何でもござれ。本物だけを取り扱っていますのよ。じゃあじゃあ、美味しいもんとかないか。せっかくの学園祭ですのに、食べ物にしか目がないなんて。もちろんありますわ。でもよりお得なものを選ぶことおすすめいたしますわよ。おーらららららら、学院フェスが間もなく始まりますの。学学派は小さなチャレンジも用意しておりますわ。大きな声では言えませんが、私の秋なっているスーパーウルトラバフ薬を食べると、しばらくの間反応と動きが素早くなって力が満ち溢れてきますの。これがあればどんなチャレンジもお手の物ですわ。オイラたちには必要ないな。それくらいの挑戦、オイラと旅人なら楽勝だ。後で学院フェスで腕を披露してくるぜ。オイラ、美味しいもんが食べたいんだ。お前のとこにないなら他を渡ってくるけど。失敗も倒れバルゲンツか。わかりました、わかりました。塵も積もれば山となるですものね。何を召し上がりたいんですの。そうだな、すっごくお腹が減ってるから、タフチーンはないか。あららら。探してみますわね。こりゃとんでもないお仕事だ。もしこいつが成功したら、えらいことになるぞ。はいはいはい、タフチー二つお受け取りくださいませ。おー、ほら、サングマハベイ様のもとには何でもあると申し上げましたでしょ。うん、やったぜ。ん、どこ見てるんだ。 I thought I saw someone just now。 ん、誰だ。オイラたちの知り合いか。 They are gone。怪しいものでもいたんですの。まさか、まさかまさか、
他にも目をつけているものが。くぎん。ロリー、お前何か知ってそうだけど。誰をご覧になったかは存じ上げませんけど、確かに私は学院祭に関する独占情報を握っていますわ。興味が終わりでしたらまた後で私と取引してくださいまし。One is complete. Okay. Nanti dia. Well, bercahaya. Wow. Tutu. More again. Goddamn of knowledge. Ah, yang mahkota itu ya. Okay. Kashmir from suburb, okay. The incidents from 20 years ago. What incidents? Kita lanjut dan coba tanya dulu dia. Kashmir. That incident from 20 years ago. Strange creature? There must be Aranara. The Aranara? What?
gua gak tahu sih, ini berarti tentang ini ya, historinya untuk mahkota yang itu ya, nanti mau dihadiahin. Itu sangat aneh sih. Please, jangan sentuh itu. Oke, gua hampir sentuh, nice. Kayak ke bawah sini. Oh iya. Sorry for information lagi. Berarti, oh, berarti kita udah dapat informasinya ya. Sekarang kita tanya si Peri lagi. Hachin? He said he could sponsor the caravan, provided that we this is a trial of human nature, trial blunder. There was nothing we could do. One could dance. If I could do it all over again, I would never have taken that money. Then they would have to die, and I wouldn't be living like this. A fate worse than that. What are the most terrifying animal in the world? Yes, eh? Forget it. Cari sajin kali ya. Buset, ini jauh banget tuh. Atau di Arrow Village ya. Ah, apa jangan-jangan ini yang keduanya itu ya. Maksudnya ini world quest yang keduanya kali ya. Do you say that? Fiska, oke. Okay. Cyrus, Ruzika, Lisa, Saino. Oh, itu ya anggotanya ya.
is your friend like? Biasanya kita tanya si Wikas. Nah, kita cuma datang-datang ke Aru untuk tanya terus. Tanya lagi ke Wikas gitu ya. Min, itu sih jatuhnya udah selesai. Udah selesai sih, babak keduanya sih. Mungkin. Papa. Nih. Oh, bisa kebuka kah? Oh, nice. Lu umur 5 tahun tau masuk itu apa tuh komit di bagian penugasnya juga ya. Oh bukan, waktu kuliah komit. Oh, on the pole. Gue lupa saat itu siapa.
muat, ini panjang banget. Oke. Oke, jatuhnya ya sini agak aneh sih note. Dia jelasin semua yang apa yang dia lakuin sih. Oke. Oke, ini sudah.